地球を開拓しようと思ったら、それまでは荒れ狂っていた地球だったわけです。大気も何もね、荒れ狂ってた地球というのを、この人類が住めるように開拓しようと思ったら、ものすごく挑戦心とね、まあ、冒険心だったり、チャレンジ精神というのがすごく必要だったわけですね。その練習、まあ、この地球を開拓する練習というのを、天の世界でね、天の神様の世界で、あのスサノオノミコトというのは開拓の練習をしてたんです。それをまあ暴れん坊というふうに言われてたんですけど、天でトレーニングをしてたわけなんですね。まあ、そういうことですね。練習をしてたわけです。それが暴れん坊と見られたと。見られたのが本当のところなんですね。まあ、本当のところのそういう話がありまして、このスサノオノミコトは実はその天の世界でね、うん、天の神様の世界で、うん、いろんなところでね、汚物、うん、おしっこだったりうんちだったり、そういうものをするんですよ。日本神話出てきますよね。出てきますよね。それをすことによって、八百万の神様からスサノオノミコトはおかしいというふうに、まあまあそれだけじゃないんですけどね、いろんなこと言われてたんですけど、うん、でもね、さっきの話で考えてもらいたいのは、はい、ビッグバン以降、うん、そしたら地球だって、もう全て人類というのは全て同じエネルギー体でできてるわけです、はい、で私たちが食べるものというのは綺麗っていうふうに言われますが、うん、で食べた後の汚物っていうのは汚いものというふうに見なされるじゃないですか、はい、これ普通に考えてもらうとちょっとおかしいんですよね。確かに、うん、同じエネルギー体なんでね、ここを経由したら汚くなるっていうのは、汚くなるっていうのはちょっとおかしい考えですよね。そう、おかしい考えなんですよね。これは、まあ、だからこの3次元の世界であればね、これを汚いというふうに見なしてしまうんですけど、天の世界というのはね、もう同じその素粒子の世界、スサノオノミコトはね、すごく次元の高い神様でしたので、汚物も何もかもはもう一体であるというふうに考え、だからもう悪いことしてたという意識は全くなかったですのでね、コロナという菌が出てきてね、うん、まあ、人類というのはまあ免疫を上げる、あたふたしてるわけですけれども、ね、今のまあ考え方で言うとね、うんうん、自分もウイルスも一体であるというね、うん、0か100かのところではなかなか考えることが、本当のことを言うと難しいっていうね、うん、だからさっきの、ね、免疫の話ですけど、うん、上手にバランスを取るということが、うん、お互いにとっていいって言ったら変ですけどね、はい、全てが一体であるというところでね、考えてもらうと、うん、何かをゼロにするっていうのはやっぱすごくまあ難しい、難しいことであり、はいはい、どうやったら共存共栄していけるかっていうね、うんうん、ちょうどそのバランスが取れるっていうのがね、だから、まあ、風邪でもそうですね、風邪菌というのはなくならないけど、うんうんうん、まあ、こっちの免疫とちょうどいいところに、うんうん、ちょうどいいところでなると、こっちは感染しないわけですね。でも免疫が行き過ぎてしまうと、自己免疫といって、自己免疫疾患といってね、自分で自分を攻撃してしまうっていう、うん、やっぱこの世っていうのはね、全てまあ陰と陽でできてますけどね、前回の動画でも求心力と遠心力でできてるっていう風に言ってましたけど、やっぱり全てがね、バランスなんですよ。やっぱりね、バランス、まあ、体でもそうですね、バランスによって、いやまさにですよ、バランスですよ、うん、成り立ってますもんね、うんうん、ウイルスや細菌がいるから体がね、強くなって、免疫が強くなって進化したっていう、進化医学的な考え方もあるぐらいですしね、うんうん、コロナでね、うん、なんかあるんですか、これは、うん、こうでしょ、なんでしょ、あ、え、結構ご老化ね、君にあるわけです、あなた、うん、そうなんですよ、コロナイコールあなたですよというね、まあ、さっきのね、話ですけども、すごいなこれ、そうなんですよ、まあ、コロナもあなたも一緒ですよというね、それはでもさっきの理論で考えてもらうと、素粒子の理論で考えてもらうと、本当にコロナイコールあなたなので、このどっちかをゼロにするというのはすごく難しい話なんですよ。だから第1弾で対談した時も、7の年ということで、はいはいはい、白黒はっきりで自分と分けちゃうと、多、はい、すぎると良くないよって言ってたのは、まさにこういうことでもあるわけです。そうですね、まあ、武道の世界でも合気道の塩田剛蔵っていう先生がね、有名な先生が、対すれば相増すって言って、はいはいはい、最強になる、強くなるにはどうしたらいいか、うん、相手と友達になることだっていう、ね、なるほどね、言ってたら、要は調和、はい、合気道とか特に調和を大事にしていくんですけど、うんうん、武道も究極求めるところが調和融合で、うんうん、やっぱ縁とか和とか循環の感ですね、うんうん、繋がってるって考えるんですよね、うんうん、縁の動きとか、だから全部繋がってるっていうのもまさにそこと相通ずるところがあって、うん、で日本も和の国っていうのは ね、やっぱりそういう、もともとそういうのを大事にしてきた国っていうことですよね、うん、そうですね、うん、そもそも日の丸のね、丸というのもね、あれ和ですからね、日の丸すごいですね、うん、よう考えたらあれ、そうですよ、あれだってね、まあ、こんな、うん、この、ね、動画でね、火という話をね、うん、させてもらったと思うんですけど、火というのは、まあ、イコール火、これがまあ一番純粋な魂ですよっていうふうに言ったと思うんですよ、はい、この火というのがね、そもそも囲まれている、日の丸ってこう書くわけですけど、ここにこう一火が隠れてるわけでしょ、日の丸というのは。
まあ、これ一火というふうに言うんですけどね、火の丸、丸も、うん、丸というのもそうです。これ魂のことですから、玉ですよね。そう、玉というのはね、これ魂のことですから、火の玉っていうでしょ、魂は火の玉なんでね。こんなすごい国旗ってないですよね。そう、実はね、そういうことなんですよ。すごい。ギリシャ神話の話でもね、うん、まあ、ギリシャ神話の、まあ、一番偉い神様っていうのが、まあ、ゼウスっていう神様がおられるんですけど、はい、うん、まあ、このゼウスの神様が、まあ、プロメテウスというね、その神様に、うん、まあ、人間には絶対火のことを教えてはいけないよというふうに言われたんですね。けれども、まあ、プロメテウスは人間と親しくなってしまってね、どうしてもその、まあ、火のことを教えてあげたいってなって火のことを教えてしまったんです。まあ、そのことを、まあ、ゼウスの神様は、まあ、怒って、うん、まあ、パンドラという女性を、まあ、粘土で作って、まあ、その、ね、プロメテウスの弟に与える、まあ、そういう話なんですけれども、まあ、火のことだけは絶対言ってはいけないよって、その火というのがね、あの、まあ、本当は、まあ、この火のことというふうに書かれてるんですけどね、イコールこの火のことですからね。このことだけだから、これは一番実は人間にとってすごく大事なことで、でも教えてはいけないよというふうにね、書かれてる、イコール火なんです。やっぱり日本はこの国旗とこれ自体がもう示してますよね。示してますね。この国旗に免疫力の答えがあるというかっていう話になりますよね。これは免疫力ってあれですよね、結局、うん、体を冷やすと免疫力って下がるっていうじゃないで、熱をやっぱり出すと、そうですね、それこそ運動しなさいとか、うん、温めなさいって、まあ、それは体に熱とという火ですよね、ある意味。そうですそうです。ね、この火っていうのが結局イコールこの火なのかなってちょっと今思いました。一緒ですね。ね。で、熱を生み出すには振動っていうものが必ずいるんです。振動はこの間の話で浸透とセットで。そうですね。やっぱり震わせるっていうね、この魂も震えるっていうじゃないですか。うんうん、なるほどね。やっぱなんか共通ですよね。共通ですね。うん、だから全てがね、まあ、そう繋がってるというところで、うん、結局まあ私たちは足と足で繋がってますよね。あ。大地で、人間というのはまあ大地を経由して、なるほど、ね、足と足でつながっているわけです。で、私たちの体っていうのは、まあ、素粒子という、ね、エネルギー体でできているわけですが、うん、このエネルギー体同士がどこでつながってるかって言われたら、まあ、人間の足、まあ、言ったら足というと土台となる部分ですね、うんうん、土台となる部分でつながってる、うん、まあ、このだから土台となるところを忘れてしまうと免疫系というのが下がるというのがね、そう、それがいわゆるまあ人間の体の構造とエネルギー学のところ、まあ、免疫はじゃあどこのエネルギーが下がると免疫系が下がるのかって言われたら土台の木なんですね。土台の木がなくなってしまうと免疫が下がるっていう、はあ、そこにつながってます。一緒ですね、つながってますね、うん、足下半身っていうことで言うと、うん、東洋医学では頭寒足熱という言葉がありますけど、うん、で満足っていうね、足を満たすっていう言葉もありますけど、やっぱり足が満たされてない、足が下半身が冷えてるとね、免疫力下がりやすいじゃないですか、うん、そういったこともまさに魂的視点から見るとまさにそういうことってことですね。そういうことですね、うん、だからそう、つながりというものが、うん、自分がつながってないと誰とも、はい、うん、というふうに思ってしまうと一番下のチャクラというのがね、漏れ出てしまうんですよ。つながりという意識がなくなると、薄れると免疫系が弱くなるというね、人と人とのつながりというのが希薄になってしまうと、うん、それこそ鬱になるじゃないですか、はいはい、なんかね、自分は孤独である、一人であるというふうに鬱になりますよね。で、大体鬱の方ってのは冷え性でしょ、うん、これだからもう土台というその足元、足なんですね。足の土台の全てがつながっているという意識が、うん、なんか自分は一人であるというふうに思ってしまうと、うん、足の方のエネルギーが漏れ出る、うん、漏れ出るので結局冷え性になる、うんうん、で、冷え性になると、うん、これはもうさっきの話ですけど体が固まっていきますよね、はい、うん、というような、どういう循環なんですか。免疫力下がりますね。免疫力下がるというね、そっちにつながっていく、うん、今コロナでこう人と会うなって言って、うん、人とのつながりをシャットアウトされてるじゃないですか、うんうんうん、っていうのは非常にそれだけでも人とよりつながりを感じれなくなったり、そうですよね、うん、まあ、鬱の方もね、増えたり、まあ、そうですね、実際にはその方増えてますしね。ただまあまあね、時代的なもので、うん、前提宇宙というのは求心力というふうに言ってましたけど、はい、まあ、今はね、求心力言ったら重力とか求心力という、うん、まあ、固まる力というよりも、うん、どっちかというと宇宙は広がるように、うん、広がりを見せてるんですね。拡大、どん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 、そう、宇宙は拡大してます。拡大ということは遠くに離れていくっていうことじゃないですか、うん、まあ、だからその宇宙の流れからすると、どっちかというとちょっと人と人の、ね、間が空いていく、自然な流れなんです。そうそう、自然な流れなんですよ。ただ離れていてもやっぱりつながらないとダメなんで、まあ、それが今の時代でいうと、まあ、オンラインというところになるのかなというふうには。だからせめてね、こうやってリモートでつながってる意識というのをね、持つことをしないと、なんか自分一人であるというふうに思ってしまうと、やっぱり足元のエネルギーなくなる。
なっていって、まあ、それこそ免疫も下がるっていうふうになっていきますからね。何らかとつながってるっていう意識がいかに大事かっていうことですね。つな、うん、がるってつながあるっていう言葉が語源であるって聞いたことがあって、つなっていうのはあの先生の YouTube で勉強したんですけど、つな、はいはい、のつってある三髄のつれってつながるってですよね。あ、そう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 。でなーってならのなかなと思って、うん、なって宇宙のことでしたっけ。まさにつながってるっていうのは宇宙とつながある、つながってるっていうのは、うん、中とつながってるってこと、そういうことです、ね、考えていいですよね。そうです。このつっていうのは1つ2つ3つ4つ、うん、5つ6つ7つ8つ9つまでですよね。とで離れますよね。ですので、まあ、このね見えてる世界、この3次元の世界っていうのは、うん、1から9までなんですよ。見えてる世界というのはですよ、魂の世界になったらもっと変わってくるんですけどね、うん、そうだから9までっていうのがまあつながってる、つながってますよっていうね、その2というのが入るわけです、うん、でこのなという字っていうのはこれまあ大イコール小じゃないですか。はあ、うん、大イコール小というのはどういうことかっていうと、これが今で言うね宇宙も人間というのも大、まあ、大きい宇宙ですね。人間というまあちっちゃいものというのは結局イコールですよというね。体は小宇宙って言われる、言われますよね。でね、あの胎児も、胎児のそのお腹の中っていうのも小宇宙っていうふうに、そうですね、言われますよね。言われますね、うん、人間の原子の構造と地球と太陽のもの構造も一緒ですもんね。一緒ですよね。ね、胎児っていうのも要は受精というのがビッグバンで、そこから細胞分裂を繰り返していって、はい、一つのまあこの皮膚というねものを一番ね外側にあり、こういうふうに細胞分裂していくわけですよ、ね。でもこれ以上拡大できないってなった、十月十日の時に次の次元に行く、次の次元わかります？十月十日なんで、ね、そうなんですよ。実はそういうことなんですよ。だから1から9までというのが十になると次の次元に行くってことなんですね。すごいですね。19というと月10日だすけだから十月10日です。12になると次の次元に行くんです。それがお腹の中では十月10日で、人間というの3次元というのは1から9、うん、で今実はね私たちっていうのはここまで来てるんですよ。人間は今の人間、現代人これね、ここまで話すつもりなかったんですけど、ここまでというのはね、皮膚みよいまでの世界というのが、ここがまあ素粒子の世界。まあこれ詳しくはもう鑑定士講座でどうぞってとこなんですけどね、ここがまあ素粒子の世界で、ここから先っていうのが物質の世界に入るんです。物質の世界って私たち体物質ですよね、はい、素粒子の世界があって、その後物質の世界が来て、今もう私たちここまで来ててね、次ここに行くためには次元を上げないと次の世界行けないんですね、人間っていうのは。だから次元を上げるということをしないといけない。まあうちだから講座がね、次元を上げる講座ですって言っているんですけど、次の次元に行かないと生き延びれないんですよ。例えば素粒子のままであったら、この物質世界というのは大元をたどればね、あのもちろん素粒子なんですけれども、やっぱり物質になってるからこのように今いますよね。それが今ここなんですね、私たちの。で次の段階に行かないといけない、瀬戸際に来てて意識を上げる、高めないといけない、次元を上げないといけないとかね。今それこそほら魂の勉強、ここ10年ぐらいで私がねこれ始めた時っていうのは、まだ見えない世界イコール宗教みたいね、あのそんな風になんか思われてた時代だったんですけど、それがだんだん変わってきましたね。そう、科学というのが発達しましたね、はい、うん、でまあどんどん量子力学とか素粒子っていう言葉が一般的になるにつれて、結局その見えない世界っていうのがあるということがね、ちゃんと科学的に証明されだしたわけです、はいはい、この証明とともに、そう証明されだしたので、まあここ本当にね、まあ、今この魂のうちも講座の方どんどん増えてますけど、こういうことを勉強しないといけない。それはなんでかというと、その魂というのは見えていない世界だけれども次の次元のお話なんですね、うん、でそれは、まあ、なぜしないといけないのかって、今もう物質世界ではここまで来ちゃってるんで、次ここ行かなあかんですよ。あかんってことは次元変えなあかんわけです。胎児で言うと、もう今十月十日も生まれる前ですよ。十だけにトゥーってこう何ですかそれは。次元上げなあかんわけですね。そういうことですね。これって今気づいたんですけど、一霊って呼ぶじゃないですか。はいはいはい。一比っていう意味でもあるんですか。そうですね、自由っていうのは全部つながってきますね。そういうことなんです。日の丸になっていかなあかんのです。日の丸になっていかなあかんのですよ。
全ては一つであると。そう、全ては一つであると、まあそもそもまあそれはもう大元としてね、全ては一つであるという意識は当然として、そこから次元を上げていかんとあかんってことですね。次元を上げるっていうのはもっともっと神様の、神様の世界っていうね言い方をしてしまうとね、すごくあれなんですけど、ね、そもそも日本、古来日本が大事にしてきたことですよね。それはそうですね、神様って言っちゃうと宗教ってすぐ思っちゃうんですけど、古来の日本人が大事にしてきたこと、やっぱり日本の本来の姿に戻る時代が来てるんかなっていうふうにね、今お話伺ってて非常に思いましたですね。そうです、最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の文字 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。